愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。でいつもねこのダラダラジオの冒頭の部分で皆さんから Google フォームもらったやつをね1個答えていくんですが、あのね今週ちょっとお休みしようと思ってたんですよ。あ、結果的には1個今答えるんですけど、でなんでお休みしようかって思ったかっていうと、あの今週テーマがですね、あの多くの方がね知ってると思いますけど、先日ね31人の YouTuber の報道がされましたよね。深夜に飲み会、あの自粛期間の時にやったっつって、でそれについてちょっと思うこと、そしてまあその YouTuber の人たちに対しても思うこともあるんだけども、それのあと、まあ、ファンの方というか普段それを応援している方にもちょっと思うことがあって、なんか嫌な表現すると思うこのダラダラジオは。そうだから、もしかしたらね、お前何様だよみたいなね風に思わせてしまうかもしれないと思って、でそんなさダラダラジオの回に自分の相談乗るのちょっと嫌だかなと思って、そうだから避けようと思ったんだけど、今 Google フォーム見ててさ、一件だけすごい微笑ましいのがあったんで、ちょっとこれだけあの紹介しますね。まあ、一回名前出してもね、大阪にお住まいの、ラジオネームバンブーさんからいただきました。ありがとうございます。2行だけ書いてあって、定期テストでいい点取れました、褒めてくださいっていう、もう可愛いなおい、バンブーさんおめでとうよく頑張ったね。そしてありがとう。なんかね、もう今回こういう話をするってもう決めてたから、結構自分の中でも力入って今喋り出しちゃったんだけど、バンブーさんのこれ見たらね、いい意味で肩の力が抜けたよありがとうございます。次回のテストも頑張ってね。はい、ということで、じゃあ今週はねここからも本題に入っていきます。まあ冒頭にも話したように、自粛期間にねこう飲み会をしたっていう報道があって、でまあ自分はあのYouTuber の友達がいないので、対してだからあそこにも友達っていう人は一人もいないですけど、だからお会いしたことある方は何人かいらっしゃったし、でそのお会いしたことある方もそのお会いした時はねやっぱすごい素敵な方なんですよ。だからちょっと擁護するような言い方になりますよ最初がね、あれなんか嫌な言い方してるかもしれないけど、あの31人の中の全員が全員同じレベルの罪ではないのかなとは思っている、個人的には。いやいや、まあそこにいた時点でダメなんだけど、そうただ呼ばれていて、で飲んでる度合いも違うだろうし、そうとかもあると思う。だからあの人がそんなことはねえんじゃねえかなって思う自分もいるんだけど、でも思うのは、誰も止められなかったんかいっていう。そう、まあ、俺も36だから、まあ、自分が行かないっていう選択、俺も止められないかもしれない、もし誘われても。そう、俺は行かないけど絶対、行かないけど、誰か一人いたんじゃねえのかなって。そうかな。で実際さ、 YouTuber って本当に若い人が多くて、で俺は本当に、まあ、また聞きしかないからさ、聞いた話しかないけど、やっぱりいろんな方がいらっしゃる。でもあのなんつうのかな、もう性根が腐ってる人っていうのは大体淘汰されていくから、今こうやって活躍されてる方は割と根はいい人というか、割とある程度そのいいこと悪いことの判断ができる人が多いとは思ってるけど、まあ、あれに関しては、まあ、集団意識だよね。だからみんなで渡れば赤信号怖くないんだよ、そうっていう心理が働いてて、まあなったのかなっていうのはある、かな、言い出すと愚痴っぽくなるからね。ただもう一言最後に言わせてもらうと、何やってんのマジでって思った本当にっていうのが一番かな。まあ日本全体でさ、みんな我慢して、で街中見ればさ、本当に飲食店で酒飲めねえからっつっては自販機の前にたむろってさ酒飲んでる人が普通にいるし、だからそいつら、まあそうな、そいつらはそいつらで罰則されるべきだし、ただ YouTube とか芸能人もそうだけど流し出て有名だから、その目立って今回みたいにねこうで報道されるけどさ、まあそうだね、まあそれ、まあそんなああだこと言ってもしょうがないけど、まあ何やってんだっつのが一番の感想だったかな。しっかりせえよっていう、本当にでね、今回今ごめん、あのね、みんなにはそれを伝えたいんじゃなくて、ちょっとこっちを伝えたいことがあるんだけど、そのあそこに参加してた方にも、まあおいおいって思うことあるよ。でもね、
もう一個思ったことがさ、まあ、誰とは言わんけど、まあ、多分わかるみんな。あのさ、だいたい謝罪動画を出したりとか、ツイッターとか SNS で謝罪の文面出してる人いっぱいいたけど、ある人がさ、その謝罪さえもネタみたいに動画撮った人がいたんだよね。多分誰かわかると思うんだけど、あれはなんだマジでって思ったのと、その動画、そういう動画に対してなんとかさんは悪くないよとかさ、さすがなんとかみたいなその反省してないのがかっこいいよねみたいな、っていう擁護する声があって、正直それがめちゃくちゃ気持ち悪いって思ってしまった俺は。多分前ね、どっかで話したってさ、もうそれあれかな、ツイキャスとかだったかな、自分ね、まあこれを聞いてくださってる方の中にもハイチっていう存在を応援してくれてる方もいらっしゃると思うね。ファンとファンですって言ってくださる方もいると思うんですよ。で俺も自分がこの人が好きとかね、こういうこの人を応援したいっていう人はいるんだけれども、本当にね、本当にっていう言い方もあれだけど、俺が思うファンっていうのは、その推しがさ、推しがね、推してる人が間違ったことをしたときはちゃんと咎めなきゃダメだと思うんだよね。咎めて、それはおかしいと思うって、それはダメだと思いますよって。でもそれでそれちゃんと伝えるじゃん。伝えた上で、で、まあ、本人が反省で 何どういう形か分からんけど、まあ、謝罪なのか、ね、反省文を出したのか分かんないけど、したときに、それでもその悪いことは悪い、あなたはそれは間違ってた、おかしかったぞって言った上で、でも反省してそうやって出したあなたはこれからも応援していきますよっていうのがファンなんじゃないのって思うんです。そうだから、あの、反省なんかしなくていいよとかさ、ネタにしてるのかっこいい、ウケる、さすがだよねって言ってる人が、俺はめちゃくちゃその関係が気持ち悪いって思ってしまったんよね。だから、まあ、俺はそれなりに健全に生きてるつもりなのでないと思うけど、もし何かしらの形でね、俺がこう謝罪をするみたいな場面が出てきたら、本当に咎めてほしい、それに関しては。まあそういう生き方をしないように気をつけるけどね。そうだね、集団意識っていう話もしたけどさ、俺は話があちこち行っちゃうけど、まあ、調子乗ってるんだよねきっと、まあ、若くしてっていうか、まあ、若いもと年齢いっても変わんないと思うんだよ。人間の根本って変わらんから。あのね、以前伊沢くん、クイズノックの伊沢くんと話をした時に、すごい伊沢くんが言ってたことでね、やっぱり今でも俺が大事にしてる言葉があって、謙虚さを忘れたら人は終わるって。で伊沢くんも伊沢くんなりに、その謙虚さを自分の中で足りなくなってて、まあちょっと調子に乗ってたというか、足元を見てなかった時期があったと。だからものすごい反省して、絶対に図に乗らない、足元を見て謙虚さを大事にやっていくっていうことをすごくおっしゃってて、もうそれが 見えるじゃん、伊沢くんなんて。テレビで見てもそう思うと思うんだよね、みんなね。で自分もすごくそれは大事にしてて、登録者が増えたりとか、応援してくれてる人が増えたりとか、メディアにこう取り上げてもらうことが増えても、別に自分がすごくなったわけじゃないし、そう。だからそこの謙虚さっていうのはやっぱり忘れちゃいけない、絶対に。自分がすごくなったわけじゃねえって、どちらかというとみんながすごくしてくれただけだから、みんなが評価をしてくれて、そう。だから一瞬でも奢った瞬間に終わりだと思うからね、っていう感じかな。まあでもいい教訓になったと思うし、これはあれよ、具体の名前出せないけど、聞いてる話だけどさ、いや、いるぞ YouTube でも。まだあれは氷山の一角だったよ。31人もいたしね、登録者が多い有名 YouTuber だったからああやってすっぱ抜かれたけど、普通にいらっしゃる。聞いてる話だとね、俺さえ良ければいいよとかね、私さえ良ければいいよみたいな、関係ないよつってね、タイプの人もいるからさ、まあ、俺はもうそういう人とはもう交わることはないだろうから、友達にもなりたくないしねそう、ただ自分はありがたいことに、対談させていただく方とか、まあ、花尾さんとかもそうだし、まあ、さっきで伊沢くんもそうだけど、今までお会いした方はやっぱり本当にできた方というか、すごく心から応援したいと思う方ばかりだから、
俺はやっぱり YouTuber、 これ今回の件でやっぱ YouTuber なんてやっぱクソだよねって思ったと思うよ。そうやって言われてたじゃん、ずっと YouTuber のくせに YouTuber なんてって。でも徐々に徐々に変わったでしょ、この1、2年でだいぶ変わったじゃん、 YouTuber への認識って。いや変なのもいるけど、いるけど、でもそれだけじゃないよねって思われてたよ、だいぶ。でも今回の件で、あ、やっぱり YouTuber って調子乗ってる素人集団じゃんみたいなってなったよね。だからそうじゃねえんだよっていうのは、別に俺が声を大にして言ったところで何も変わらないから。だから、まあ、俺はね、俺のチャンネルでやることしかできないけれども、YouTuber だってそれだけじゃねえよっていうのは、見せていかなきゃなって改めて思ったよね。頑張ってる人がかわいそうでさかわいそうって言うけどもあれか、そうだね、と思ったから、まあなんか今回ねちょっとそんな話をさせてもらいました。はいまとまってないけどさ、ちょっとコメント欄なんか、なんだろうな、あんまりこう、俺が言ったことじゃないね、好きに書いてくれ、コメント欄は好きに書いていいとこだからね、そんな風に思ったっていう話でした。はい、ということで、今週は以上でございます。頑張るわ、ひとまずあとそうだ、今ここのさ、みんなの画面には映ってると思うんだけど、今週の水曜日に一番東大王出ますので、ちょっとね、放送が入ってない、放送されない地域もあるからさ、そういう方は TVer でってお願いする形にはなってしまうんですけれども、ぜひ見てみてください。映ってっかなどんだけ映ってるか分かんないけど、楽しんでいただけたら嬉しいです。でぜひね、そちらの感想もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。来週は楽しい話というか明るい話していくからね、ちょっと今週は許して、ごめんね、どうしても言いたかったんだ。皆さんの意見もぜひ書いてみてください。では今週のダラダラジオは以上でございます。また来週お会いしましょう。そして明日からも頑張っていきましょう。それじゃまたね、バイバイ。